なんだい？お父さんお母さん、ごめんなさいでした。どうしたの？私、やっぱりちゃんと進学しようかなと。そうか、それはよかった。うん、やったね萌え、頑張れ。母さんも応援するわ。でも。なんだい萌え？なんでもない。高校に行くためにはこの家を出て一人暮らしをしなきゃならないってことかい？うん、なんだか寂しいよね。調べはアイドル歌手になるの。そうなの？それはすごいな。でね、ブイブイ言わせるの。何を？ベンツ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば最近お天気の日が続くね。そうだね、もう何日雨が降ってないんだろうね。あれ、僕くんがここに来てから雨降った？降ってないと思う。そうか、なんだか今年の夏は入道雲が目に焼き付いちゃうような晴天が続いたよな。そうね。もうちょっと年を取っておじいさんになったらさ、なんかのきっかけでいきなり思い出しそうな、なんとも言えない印象的な夏だったな。でも終わってみるとあっという間だったね。そうだね。さてと、釜の準備に行くとするか。おじちゃん、頑張って今日から釜焼きするんだって。何でもちゃんと時間通りに見に行かないと、面白いところを見逃しちゃうかもしれないから、僕くんも頑張って何でも見に行ってね。
なんかいるかな。やった。なんかいるかな。何もいないや。なんかいるかな。何もいないや。てっぺん山のてっぺんで、なぜか私はちょっぴり苦労して手に入れたこの風景を大事に大事に、そーっとそーっと端から端までしっかり見ておこうと思った。手前の森の小杖をかすめた向こう側に、まずおじの家とその庭の柿の木が夏の日差しを浴びてほのかに揺らめいている姿があり、さらにその先の山の稜線が幾分穏やかになったあたりには、鷺の里の家々の赤瓦の屋根が見えた。そして、丘の西側には、周囲の森に抱かれるように、まっすぐに伸びた一本の高速道路があり、その道が指し示す遠方には、生気あふれる8月の海がキラキラと輝いていた。それは登山者たちが一つ一つ丁寧に積んでいったものだった。なんかいるかな。何もいないや。残念だな。僕くんが気絶している間にみんなで美味しいものでも食べちゃおうと思ったのに。
もう釜の準備終わったよ。夕方になったら火を入れるから、僕くんも見においで。うん、楽しみだな。タコはまだできてません。もうちょっとだけ待っててくださいね。ねえ、あのお姉ちゃんが読んだ手紙の人、あの後どうなっちゃったの？わからないってさ。なんだかかっこよさそうな人だよね。そう？でも今はもうおじいちゃんだよ。愛があれば年の差なんか関係ないわ。朝方まで勉強してたんだ。だからもう少し横になってたいんだな。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？じゃ、今日の晩ご飯、楽しみにしててね。僕くん、ちゃんと約束通りに来たね。じゃあ、釜の炊き口に火を入れるよ。
この釜は見た目の通り斜面を登るように作られているから登り釜って言うんだ。この釜の形で下から火を焚くと熱が自然に斜面の上の方に登っていくので、中の温度を効率よく1000度以上まで上げることができるんだよ。だから真夏にはあまり気の進まない暑い仕事なんだ。この後はどうするの？まずしばらくは3、40分ごとにたくさんの薪をくべるんだ。で、夜が明けた頃からそのペースを徐々に速くしていって。じゃあ徹夜なんだ。そりゃそうだよ。そしてその後、明日の昼過ぎ頃に内部が目標の1200度になったら、それを2時間ほど頑張って持続させて、夕方くらいにこの焚き口を塞いで火を消しちゃうんだ。それで完成？うん。でも自然に冷めるのを待ってから釜を開けなきゃいけないから、焼き上がったものとのご対面は明後日の夕方まで待っててね。はあ、気の長い話だね。もうお腹空いてきちゃったな。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。ねえ、今日僕さ、あのアンテナ2本の山のてっぺんまで行ってきたんだよ。え？てっぺん山まで行ってきたんだ。あそこは見晴らしが最高だろう。うん、私たちもここに来てすぐの頃、あそこに登ったのよ。あの山頂からの眺めを見たとき、はあ、ここに越してきてよかったって心から思ったわ。僕、うん？何？まだ自分の家には帰りたくないな。なぜかその一言がどうしても言えなかった。僕もここに来てよかったなって。ありがとう。僕くんに気に入ってもらえて嬉しいわ。あんた、いつの間にかすっかりうちの子供ね。じゃあ僕も調べのお兄ちゃん。やだよ。さあ、早くごちそうさましちゃおう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯はオムライスにチーズパピヨット、厚揚げと青菜の炒め煮などを組み合わせてみました。じゃーん、ハズレでした。なお、冷蔵庫の中には朝ごはんの材料も入っているので、ちょっと注意してね。今日は一晩中お父さんは釜に付きっきりなんだ。だから今日はチャンネル争いしなくて済むんだ。本日、愛知県豊橋市の保育園で買いだめしていた大量のトイレットペーパーが園で飼育されていたヤギに全て食べられてしまうという事件が起こりました。なんだか悲しい夏だったな。楽しかったから終わっちゃうと悲しく感じるのかな。来年はないの？来年は来年、今年の夏は今年だけ。ああ、そうか。だから私はずっと中学生のままで今年の夏のまんまでいたかったのか。
大人はこれをモラトリアムと呼ぶんだよ。ちんぷんかんぷん。パンダの名前みたい。うわあ、モラトリアムか。プラネタリウムみたい。コオロギの泣き寝に揺れし我が釜のまだ細き日に我が子抱かれぬ。明日日が昇る頃になったら今よりもっとたくさんの薪が必要になるから今夜のうちに頑張って割っておかなきゃ。ねえ、さっきの歌はどういう意味なの？やっぱり夜になってくるとさすがにもう秋を感じるなって感じかな。コオロギの泣き寝に嬉しい我が釜のまだ細き日に我が子抱かれ。